んでも日本はダメだっていう聞こえるんだけど、そえそう、よくするためによくするためにどこがおかしいかを指摘してるんじゃないですか。ちゃんと一人一人を真面目にやってる人なのに、なんか、ね、群れるとダメになっちゃうんだよね。だから、うん、そこはだからその分析はいいんだ、うん、なんでダメになってるの、どうすればいいの、その、ね、原子力やめたらいいんじゃないですか。で、まあ、それ違うじゃん。だから飯田さんがイミジクもやったように太陽光だって、風力だってもある意味そのなんかしょうもないことになってたんでしょ。あのね、やっぱりその役人も、いや役人は一方でね、それ偉そうにしてるじゃないですか。偉そうにしてる、本当に偉すごい権限持ってる、うん、だけどもその、一つはその対等な人間関係、役人は多分役人のそういうあの上級の役人っていうか、うん、俺が国家だと思ってやってるんでしょ。いや言ってますよ、やってます。それ立派なことじゃないですか。いやその俺は国家だと背負いながらお粗末なことやってるから問題なんですよ。いや俺は国家だって、それでも 役人の人も呼ばないとちょっとそれもなんか一方的な話だよね。ああまあじゃあそういうみんな当事者呼ばないけど、なんかそのうち何十人でやんなきゃいけないから、ね、いやいやその本